私ちゃんはさ、ぶっちゃけただ自由な恋愛がしたいだけなんだよね。あ、誰とでも恋したいって意味じゃないよ。大好きなカレピとの関係をみんなが認めてくれたらそれでいいの。でも、今のままじゃ無理味が深いんだよね。どうしたらいいのかはまだカレピと考え中って感じ愛か姫な、 14歳。好きなものはネイルと面白いこと。最近上浜市に引っ越してきて、わかんないことばっかだから、いろいろ教えてよ。たり前やらー。うんうん。いい感じに漏れてるじゃん。この調子であげてこ。これだけ強くなれば、てっぺん取るのも余裕だったりして。 私ちゃんの話をしてもいいけど、そっちもとっておきの話を用意してよ。枯れピの彦コくんは口下手なだけで、誰よりも純粋で、賢くて優しくて、私ちゃんにとっては王子様で。ってやばっこれ呪けってやつ一度だけ、ヒくんが私ちゃんのネイルを褒めてくれたんだ。 そりゃもう嬉しくてさ、秋っぽいのに3ヶ月は同じネイルで頑張ったっけ。ヒカ君と並んで歩けたらって思うこともあるけど。まあ、今は何をしてても一緒なわけだし、ある意味究極の愛の形だよね。次はもっと強烈なクソデカ感情、喰らわせてあげる 魔女になるとかどうでもいい。ヒコ君といられることの方が大事。魔法少女になるだけじゃ、周りの奴らは変わらない。だからヒコ君との未来のためにも、私ちゃんしか勝たんってところを示さないとだよね。私ちゃんは周りに認めさせたい。ヒコ君と自由に恋愛することを。 だから、てっぺんを取って、誰にも邪魔されないし、馬鹿にもされないルールを作って管理するの。みんなはどんな顔するかなキおつー。時間通りに来るなんて、超優等生じゃん。花丸あげる。鳥も行こっか。ロラスト巡りもしたいし、カラオケも行きたいからね。 うーん。なんで朝ってこんな忙しいのせめてメイクと髪を盛る時間が欲しいんだけど。スムージーも飲みたいし、マジでやばみが深いって。お昼を買いに行くのもだるいな。そうだこれこれ昨日サーシャからもらった一口チョコ。ワンチャンこれでいけるくないあー、うん。やば。 お腹鳴りすぎ。教官とかシグリンを誘って、ファミレスでパフェでも食べよっかな。うん。うん。ふふ。あ、ごめんね。今取り込み中。この時間はヒコくんとゆっくり話す時間って決めてるから、もうちょい待ってて。<laughs> え マスカラ落ちてんじゃんこんな顔ヒコくんに見せられないし、ちゃちゃっと直してくるから待ってて魔法少女が魔女になることも、私ちゃんとヒコくんの今の関係も、望んだ結果じゃない。その辛さがわかるから、なんとか楽にしてあげたいんだよね。派てなしのミラーズには、 私ちゃんも何回か言ったよ。魔法少女をコピーする魔女がいるなんて、やばすぎて逆にテンション上げみさわ自撮りが下手でも、加工すればオケワルだから。それじゃ、指でハートを作って。はい、キュンでーす。うんうん。 見て見てこのネイル可愛くない私ちゃんが自分でやったのシールとラメだけなんだけどさ、クオリティ高くなくなくない写真撮るのにスイーツ食べまくってたら、教官に怒られた。ピエン。まあでも、体重も気になってたし、この際ダイエットでもやろっかな。 あれスマホどこに置いたかなまたって言われるけど、しゃないよねシグリに電話で鳴らしてもらおう。ハグリンって普段はアワアワしてるけど、年下の子に優しくて母性溢れるとこって男子からモテそうだよね。ギャップ萌えってやつ <laughs> やると幼馴染みの関係性エモすぎこの漫画を教えてくれたミオリンにマジで感謝しかない今度何かお礼しないとママが私ちゃんを心配してるのはさ、結局ママのためなんだよね。娘の私ちゃんがアたオって言われるのが耐えられないんでしょ。サーシャには感謝しかないし、これから先、 何をされたって裏切れない。だって、私ちゃんに生きる希望をくれた、真面だから。待ってて、ヒコくん。すぐ終わらせるから。え、もう終わりレベチだったか。私ちゃんとヒコくんしか勝たん もうちょいでてっぺんも取れるかもギャハッうんうんヒコくんそんなこと言ってくれるなんてあちょっと邪魔しないでひこくんが出れるとかマジでレアなんだから持ち寄りパーティーもありよりのありほらほら 近くに来ないと映んないって。あここにいたんだね、ヒコくありがとう。一生大切にするね。おかしいのはみんなの方だから。スマホの充電なくなったーピエン。